夢の意味なんて考えたこともありませんでした。ミオ、すまない。愛している。でも私はこの世にただ一人の夢見の異能者で。サイモリ・ミオさんだね。なぜテートにいる？君たちを僕ら夫婦の住む工藤家の別邸へ招待するためさ。え？清香さん、何ですのこのみすぼらしい付き人は。せめて役に立つことでもしてもらわないと困るわ。私にできる私の役目、私はそれを全うしたいのです。命までもかけられて。かけられます、旦那様のためなら。お初にお目にかかる。工藤家当主、薄葉家次期当主、そして愛しの我が娘よ。